はい、えー、皆さんおはようございます。ねあの、この後ろの、なんか、あこの、この器は何ですかとかさ、なんか、この、この、なんか、あれ、ね、この、なんか、ちゃんまま、本物の菌ですかとか、本物の菌じゃないよ。大変ですよ、こんなもん、本物だったらね。意外にね、なんか、知らないけど、あの、なんかこう、信じることはないんだけどさ、まあ、風水的にね、っていうさ、 <laughs> あの、別にー鎖とは気にしないんだけどさ、なんかね、あの、言われるとさ、ちょっとね、やってみようってことでさ、やってるだけだから心配しないで。で、この上のやつはね、売ってくれって言ったけど、これか、これ、これね。で、これ、売ってくれって言って言う人言ったけど、ね、これもらえるもんなんで売ることできないんでしょ <laughs>。で、この上のね、あの、ほら、なんだ、ね、これ落としたらあれだからさ、ってベネチアのやつなんだけどさ、これも、売るわけいかない、ただ置いたって。壺はいつ売るんですか、とか。 ふざけんなよ。<laughs> いろんな人いるよね。よく見てるよな。でも、いまあ、だにまだこの時計、俺何で言ってんのこの時計、止めてるんだから。ね、このとこでチカ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 言ってみな。ね、音入っちゃうじゃんさ。だから止めてるんだからこれ壊れてんじゃないの。ね。で、10時10分が一番ね、よく見えるっていうから10時10分してるだけなの。ね。と <laughs> いうことで、ぜひちょっと、その辺ね、ご理解いただきたいなとこで、ね。で、さらにね、あの、まあ、今日もね、質問にお答えするけど、あのね、質問すげえ増えてきてんの。で、たださ、 こうあのさ今まで100%答えてるじゃん。ね、で今後さあのよそうよそれねあのまあ確率としては高いじゃんあの僕は今ね毎週木曜日ね朝8時ごろから FM 夜間までね、えー「ここが知りたい不動産」という番組もう12年目になったんですよ。でそ,んそれでいくとね、ま、大体多い時で20倍うん20人に1人くらいの割合で その質問に回答してるだけなのよ。毎週、毎月毎月こう送ってくるんだけどさ。で、それをこうね、あの質問に回答してるんだけど、答えられないこともいっぱいあるんだよ。うん、要するに実名でね、この会社どう思いますかとかさ、でこ,のこの会社から買ったんだけど、失敗でしたかとかさ、かいろんなこと言れやすいんだけど、それは答えられないじゃん、ラジオだもんさ。あで、f m のからね、ラジコで聞いてくださいよ、毎週木曜日、8時ごから。で、三國さんとやってるんで。 えー、ぜひね、聞いていただきたいんだけど、まあ、これも、あのー、ちょっとさ、あの、答えきれないことも出てきてるし、あと個別もすごくね、多くなってきてるから、ね、あのー、個別はもう、個別相談に来ていただく。で、あのー、まあ、そんな関係でちょっとね、飲みすぎない傾向があるんだけど、<laughs> ね、えー、まあ、うちのねあ、そうそう、個別相談とか、質問、そのね、僕と会うにはどうしたらいいんですかって言うんだけど、ね、一応、 c f ネッ t っていうね会社のホームページに個別相談っていうのがあるんで,でそこでねえー、倉橋ねえー、って言っていただいてで質問内容を書いていただいたら、ね、あのー、ねえー、どうしても僕だっていう場合はね三崎に来てもらうこれは地域再生事業とかね地域,地域の活性化やってるんで三崎、ね、に来てもらうと、ね、で食事代を持ってもらうとそのくらいのハードル ねえー、夫婦で、ね、食事ごちそうになるんで大体今まで行くとね多い人だとね,あのね、えー、2人で来てあ 1, 人1人で来て4万円使ってる人がいるけど <laughs> そこまで行かないよな大体1人8,000円くらいなんで、まあ、1あ6,000円くらいの食事代で大体僕の、ね、コンサル受けられるっていう、ねえー、あとは三崎まで来ていただくと、ねえー、いうことにしてるんで,、ね、でぜひそっちからね申し込みいただいて。 であのーね、それが嫌だという人はあのー、大変恐縮なんだけど、ね、う,ちうちの会社にいっぱいコンサルいるんで、ね、僕よりもっと優秀な人いっぱいいるのよでそっちにで、あのー、対処してもらえば、ね、無料で相談してるんで、えーね、僕どうしても僕っていう場合は申し訳ないでその会らいのハードルつけないとねもう,う毎日コペ相談になんだっちゃう、うん、だから一応、ね、大変恐縮なんだけどそういうルールで、えー、行ってますのでそちらの方で。 えー、来ていただきたいなと、ただまあ、この方ね、あの個別すぎるんだけど、まあ、ひょっとすると。ね、あのー、かなりの高齢の方なんで、えー、今日はね、あの、こうやってお答えします。えー、山並り子さん、ね、えー、倉橋様、こんにちはと。いつも拝見しています。大切なことをさらっとお話しくださり、あ、学ばせていただいています。お、そうだね、えー。これからの日本を考えると、大変心配です。倉橋様の意見を、お聞きしたいのですが。 私の家は3棟あり、うん、ここから質問だねあり現在2棟を使用しています、うん、一番古い家は空いています3棟とも玄関付きです2棟は外に出た出て,てだな2棟は外に出て行き来しています家族は3人です真ん中の古い家は解体するにはもったいないと大工さんに言われています自宅前に長屋があり駐車場は2台しか止められませんが長屋は私の家の ものですので解体すれば駐車場になります、えー、主人はあ8時を過ぎ多少ボケてます、えー、息子がいますがあー我関せずという感じですと私も7時を過ぎていますのでのでね、えー、3頭の管理はしんどくなっています真ん中の家に庭がありますん倉林様でしたらどのようになさいますか ご意見をお聞,お聞かせくだされば助かります。よろしくお願いします。ということですけど、場所どこなんだろうね。<laughs> うん、場所だよね。うん、それによるんじゃないうん、で、えー、まずさ、その、ね、2頭使用してる、で家族3人なわけじゃん ?2 棟いるのっていうことだよね。で、まず、まあ、僕だったら、あのー、多少整備してね、 えー、賃貸で貸せるなら当然だけど貸すよね。で駐車場が要するに、えー、足りないっていうことであればあおっしゃるようにこの長屋を壊して駐車場にするっていうのも、ねあのー、一つの手だろうけれども問題はねそこにニーズがあるかどうかってこと。で例えばこの古屋でさ例えばうん、まあ、近くに観光地があるとかあなんかね特徴のあるものがあるとかいうんであれば。 この、ね、用途地域っていう、ね、あのものを調べてみてで、えー、それに適合するような例えば、ねえーそのまあ、民泊とかにできるような設備であればここは民泊にしてねでその運営会社に任せるのがいいと思うんだよ。でところがねこれその民泊にも適さないってことになればまず賃貸住宅が一番だからベストなんだろうね。 だけど、このね、問題はさ、その、貸す賃料、ね、え、って大事でね、で、これ一戸建てで、ま、どのくらいのあれかわかんないけども、え、古い家はね、解体するにはもったいないっていう、ね、大工さんが言われてるってことだから、あの、そこそこ、いい建物とすれば、ね、え、それを維持管理する費用を、まず計算しましょうよってこと。で、そこで、 賃料と見合わない場合、ね、これはやめたほうがいいんですよ。うんね、特に、うん、そうだね、今、うん、分かれやすい事例で言うとさ、まあこの、うん、うちのね、えー、大船にある、うんね、オフィスの近くに古い、ね、その住宅地が一般ですよで。昔はさ、もうバブルの頃は1億くらいした。 ですよ。60坪で、ね、建て坪が、うん、ね、30坪ちょっとのね、建物が、うん、1億、ね、下手すべと1億を超えて売買された時期があった、バブロコね。で、それがね、今、まあ、バーッと起こってきてさ、で、まあ、駅からも遠いし、ね、あの、近くのね、ショッピングセンターなんかがあったんだけど、こっちもね、えー、潰れちゃってて、で、結局、買い物不便なさ、ね、ただの、うん、 山奥の建物みたいになっちゃうとさ、ね、今、3000万くらいで買えるんじゃないのうん、っていうようなとこを、じゃあ賃貸で貸すといくらなのっていう時に、まあ、10万で貸せるか、10、10万切るか、前後だとするじゃん。そうさ、確かにそれでね、10万円前後のお金が入ってくるかもしれないけれども、これがさ、ね、出たら大変ですよ。その、リフォームね、または、 現状回復用を、あの、今はほとんどオーナーさんが負担、うん、する形になっちゃうのね。そうすると、うん例えば、うん一件のワンルームマンションだと、ね、えー、だいたいね、床面積の3倍くらいがクロスの面積なんだね。よく、勉強になるでしょうんだから例えば20平米のね、そのワンルームマンションだと、えー、ね、クロスの張り替えは60平米くらいだよね。ずっと、例えばさ、 100英米の、ね、その、ね、えー、個だったりすると、これの、ね、あのー、例えば、クロスの張り替え、ね、300英米ですよ。<laughs> 大変な分量かかるわけじゃん。そうすると、そのコストがかかって、月々ね、10万円くらいだとか、ね、下手すんとさ、田舎行くとね5、5万円とか6万円とかでしか貸せないって言った時に、この出入りの際のお金っていうのがまたかかってくるわけですよ。 で、それだったら逆に売っちゃった方がいいんじゃないですかってこともあり得るわけ。うん。うん、で、あのー、まあ、これね、あのー、お父さんもちょっと、うん、ね、えー、ボケ出してきてるっていうことであれば、あのー、で、息子がね、あのー、悪感せずっていうことであればさ、あのー、お父さんがもっとボケちゃうと処分もできなくなるんですよ。だからそこのところをよくね、考えて、 えね、これはもう息子も含めて、ね、話し合った方がいいですよ。で、それでどうするか、うん。で、あともう一つはね、この場所によるけど、まあ、うちのね、その c f、まあ、ネッ t の場合はあ、東京、神奈川、あ名古屋、大阪、ね、あと、うんあれ、えー、富山でね、えー、フランチャイズで富山があります。あと埼玉があります。 うん、あと福岡があります。で、えー、あと、鳥取もありますよね。だから、あの、その範囲であれば、あの、ぜひね、ちょっと、あの、問い合わせしていただいて、どうしたらいいかと,いうと、やっぱ現場見ないと分かんないから、ね、で、それに基づいて、どうするか決めた方がいいですよ。で、まあ、ね、あの、かなり岩があってね、そのあれだろうけど、まずその、土地建物の接するね、あの、路線化っていう、 のがついていれば、これね、相続財産としては結構な価値になっちゃう可能性あるわけじゃん。そういや、これ相続税払うときにお金がないとすれば、ね、えー、どっか売らなきゃいけないわけだから。で、そのときに、どっか売らなきゃいけないんだったら、ね、生きてるうちに、ね、処分して、ね、次の手考えた方がいいんじゃないですかってこと。全部じゃないよ。一部を処分する。ね、例えば、あね、2つ使ってるところに、まあ、息子さんこっち呼んで、 で、将来的に日大住宅みたいに住めるようにね、改装して、ここのね、二つ分は売却してしまうっていう方法もあるよねっていうこと。だから、あのー、これね、今、ほんと大変なんだよ。あのー、地方行くとね、うん、いろんなこう問題があってね、で、それ介在して解決の大変。あの、あのー、まあ、どこだ言えないけども、ま、あある、 方がね、まあ、証書士、まあ、付き合いのある小書士と相談してさ、で、この物件、もう手放したいと。もう、もう古いね、その、うん、まあ、古い建っ,ってね、ハウスメーカーさんの、で建ってたもんだから、まあ、うん、40年、ちょっと前、ちょっと手前くらいかな、の物件があって、そこに、ほら、荷物、入りっぱなしで、周りは草棒でさ、もうどうしようもないと。で、言うんで、えー、なんとかしてくれってさ、しょうがない。うちで買ってくれって言うんだよ。 もう嫌だっつったんだけどさ、まあ付き合い長いからしょうがないなってって買ったの。で、それまた壊してさ、整備してね。俺で、何年だようやく今度最後の1個、3区画にしてさ、で、2つは売れたんだよ。一つ売れなくてね。で、結局毎年毎年草刈りしてさ、あの、維持管にしてたけど、ようやく、ようやくですよ。あの、今申し込み入ってね、あの、この契約するんだけども、もうね、 そういう土地いっぱい。うん。で、もう、さ、これから先ね、この、僕が思うにはね、あの、二極化が進んでるわけじゃん。でね、あのー、もう、ただでもいらないっていうような土地っていっぱいあるんですよ。で、特に山ね、で路線がついてる山。ね、あの、そうすると、ね、よくほら今さ、<laughs> 山かってトラブル起こしてる人いるでしょ うん、ね立建てちゃいけないところに建てちゃったりさ、ねあの、うん、森林保全地域とかさ、いうとこでね、ね買ったところでさ、いじっちゃいけないんだから。で、あと、国定公園とかね、なっちゃうと、ねいろんな申請がめんどくさいわけじゃない。だから、そのまま放置しゃるわけだな。だけど、それはもう、また、不法投棄でさ、物投げられたりね、してるから、結局、その、うん、掃除するとか、そういうの,の処分する費用もかかるし、あと、ねえ、今、えー、その森林がね、 要するに管理がさ、あのー、例えば東京だったら東京とか管理してるエリアね、僕も水源地持ってるけども、あの、そういうとこだとね、東京とか全部 <coughs> 管理してくるからいいんですよ。だあれ自分でやってみな。<laughs> たまったもんじゃないわ、あんなの。ねで、うちの場合はさ、あの、路線化ついてないからいいけども、ね、結構路線化ついてるのあんのよ。それでさ、ね、路線化ついてる山持っててな。ね、そうぞね、今ほら、例えば、 ねえー、すげえ安い値段で山買いましたって言ってんじゃん路線ついてるな。この財産の評価、どのくらいするのってなっちゃうわけ。そうすると、ね亡くなった時にさ、これだけ処分できないから。うん。で、なると、結局さ、全財産の中から、その相続税払わなきゃいけないってことになるわけじゃん。だから今結構、ねあの、山とか持ってる人たちは結構大変ですよ。うん。だからあの、 ねえ、もうどのくらいもないかな。まあこの、ね流行り風の前の頃だけど、まあある方がね、僕のところに、えー、電話来て、ねえ、先生島持ってるでしょっていうか持ってるよって、ねで、まあ別に今のところ何も使ってないんだけど、ねえ、山とか興味ないですからって言うから、ね、えお前それひょっとしてさ、路線化ついてんじゃないのって言ったら、いや、そうなんですよって。<laughs> ただでいいからもらってくれって言うんですよいらないって言ったってそんなの。 そんなもんもらってみなよ。まあね、そもそも財産がさ、あるのに、そこに足し算でさ、ね、その財産乗っけちゃったら相続税大変だもんさ。だそういうのが一般だよ。うん。だけど、買っちゃったら最後ですよ。ね、売れないんだもん。うん。だから、売れないのために、ほ、ね、保持してて何の価値もなくて、で、亡くなった時は相続税かかっちゃう。やだよね。うん。っていうこともあるので、ね、あのー、ちょっとね、資産家の人は、 一回自分の財産見た方がいいよ、うん、で大体ねうちに相続税の、ね、相続に対する質問で、ね、個別相談来るのよでその時に今「今相続税どんぐらいですか?」って言うと「え分かんないから来たんじゃない?」みたいな <laughs> そんな話だよね。計算してるやついないなんだよ <laughs> で結構さ相談来てねあの「問題ない人も実はいるの、まあ、大したことないよこれ」って。 ねえ、だ別にいいじゃないの。ねこんだけ貯めとけば、まあ、2、300万だとね,ね、あの、予診に貯めとけばすぐ話ですよっていう、ねえ、とか、下手すれば相続税はかかんないのに、すげえ失敗するよよ。だけどさ、ね、来てドヒャーってあるわけ。何にもしてないのって。ねえ、<laughs> それダメでしょって <laughs> 言うと、もう我々バタバタ,バタ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 って動き出すわけよねえ、そうするとお前、いろんな面倒くさい局面に、ねえ、はまり込むのよ。うん、だから、 あねあのー、実はもう僕もね、64になっちゃったからね、あのー、これからさ、先ね、5年も6年もかかるような仕事を、えたくないもん。<laughs> 本当と言うと。<laughs> だからさ、<laughs> あ鎌倉官定って会社なんだけども、もうそこにもうね、じゃ方針を俺が決めて、じゃこれ処理しろって言うんで、いいね、任しちゃいけそういいよねうん。だけど、専門家がやっぱりさ、そこで開催するのと、そうでないの全然違うもんさ。 うん、っていうことなんだよね。ぜひ、ちょっと、あの、このね、山内さんね、70過ぎてるってことだから、まあ、なかなか三崎まで来れないだろうけども、あのー、なんてかな、まあ、連絡先と聞いて、ね、場所とが分かれば、ね、今は、あの、ほら、あれじゃん、グーグルマップでね、見れば、大体、あの、こんな感じだろうなって分かるから、ね、最近も全部グーグルマップだもんうん、あの、ね、えー、道路がついてればね、あの、 うん、そこまでほらねストリートビューで見れたりするから意外に現地関係すむのよで昔はだってさあのー、<ー>まあある地方ね、まあ、新幹線で行ける範囲のね、えー、地方でさこうあのどうしてもあの僕じゃなきゃだっ,つってさで出張を頼まれてね一泊二日で行ってきたけど宿泊交通別で30万取るからね、うん、でそれでも結局ね1億 5000万くらいの物件を買うのやめなさいっていう <laughs>。結論だったよ <laughs>。ええ、これ安いと思ったんですけどね。<laughs> ランニングコスト考えてみなよ。ね。ね。まあ、黒はね、あの、しょってでもしろって言うけどさ、ね。あの、ね。黒ばっかり抱え込むんだったらやんなさいよって言ってさ <laughs>、言っ,てや,っやめますつって言って、結局ね、あの、契約直前にやめたんだけど、でもそんなおかげでね、その人苦労してないじゃないですか。うん。だから、 あの、ある意味で、ね、その、うん、コンサルに行って、ね、あの、辞めるっていう判断も、自分じゃできないのよ、もう。う、もうさ、周りからさ、ね、もう、もう、気に入っちゃってるから、もう、できる方法をずっと考えてるわけだよね。で、業者もさ、別にそんなに細かい説明しないし、で、運営コストなんかも、ね、トラックレコード出しもしないでさ、あの、ね、リマリマリって言ってるわけだよね。確かにリマリ高いけど、運営コストすげえかかるわけ。そうすると、 もうその時点でもう無理なのよ。うん。で、それでね、自己資金すごい分厚くてね、持ってればいいけど、そうじゃないんだもん。やめた方がいいよ。うん、っていうことだよね。結構俺多いな、そういえばね。あちこち行ったね、そういえば。うん。あの、うん。ある企業の社長方の前でも行ったしね。うん。そうだ。うん。懐かしいな。あいろんな、えー、ことをね、うん、行ってさ、あの、こっちから出張してね、行く、うやつもありましたけども。 うんねなかなかでも個人でねまああの僕は呼べない人ってねまあそこそこの、うん、会社の経営者かねそのもう大きな地主さんだよねうんじゃないとちょっと負担がね重たいからなかなかあの呼べないんだと思うけどまあ一応あのなんかあれだったらねあの、うん、CFNETS ねあのえっとゼロ一0 1 2 0七7 7 2 1 3ね 一七七の不動産、二一三。で、えー、連絡すれば、あのー、まあ、うん、電話くらいのね、あのー、お茶ストアはできると思うんで、えー、ね、あのー、もしくは関係部署につないで,で、ご相談されたらいいんじゃないですか。うん、早いがいいですよなんでかってうと、もう、ボケ出しちゃってたら、今度、何にも動かせなくなるからね、なくなるまで。そうすると、めんどくさいよ。うん、なので、えー、なるべく早くね、えー、処理した方がいいんじゃないかなと思います。 えー、それだけでも少し参考になったんじゃないかなと思いますね。えー、ということで、えー、こんな感じで大丈夫でしたでしょうか。<laughs> ということで、えー、またね、えー、皆さん何かまたねご質問とあればこちらの、ね、コメント欄に書いていただいてでねいいですかもう今まで100%答えてただけど100%もう無理、ね、もう僕の限界来ちゃったから、ね、だから、あのー、その中から、ね、皆さんに参考になるやつだけピックアップしてお答えしますので。 ね、えー、答えがなかったからといって、えー、別に悲観しないで、えー、ね、えー、コメントは、なんで、質問はどんどん入れていただいていいんだけど、100%答えるのはちょっと無理になってきたんで、えー、ぜひね、そちらの方はちょっと勘弁していただきたいなと。あと個別の,のはもう本当申し訳ないけど、ね、個別ののは来てください。ね、で、えそれでないと答えられないこといっぱいあるからね、うん、ということなので、えー、ぜひ、あのー、ね、ルールを少し変えさせていただいて、<laughs> 今後もね、長く続けていかなきゃいけないんで、僕のもね、かなり負担になってきたんで、そこのところはご理解いただきたいなと思います。それではまた。この動画はいかがでしたでしょうか。今後もですね、継続してこのようなですね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています。ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、見られるようになっておりますし、またいいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、 入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。